はよ来てよさあ、北方千奈です。うなえりなです。よっしゃ、今日はどこに来ました？お宝市場に来ました。お宝市場、買い取りということで、はい、今日はあのね、僕ちょっと持ってきてないんですけど、うなえさんが買い取りをなんか持ってきてくれた。持ってきました。何？ちょっと今日は音楽系。あ、レコードとか、これ見えます？レコード結構な枚数と、エフェクター？エフェクター5個？すごいやん。6個。これで何ぼになるか。で、あとなんと買い取りまであと 1,2 分でしまっちゃうから、ちょっと急いでいかなあかんんですけど、何ぼになるか。そして、うん、もしめっちゃ高く売れたら 何したい？うなぎ。うなぎ、うないのうなぎ。持ってきそうに出てきたうなぎ。行きましょう。ゴー。よっしゃ。それなんぼ？で買った。10万。あ、使ってない。あ、じゃあまた次来ましょう。キャスター。もらおう。わあ、かっこいいな。うわ、こんな感じだとかっこいいな。もうこんなん出てんねん。本当はそんなんやな。ゴジラ。ゴジラかっこいい。24万8000円。さあ、うなえさん。さあ、ついにエフェクター5個。エフェクター5個。そしてレコード。レコード名前。レコード数えてない。いっぱいやったね。10枚以上あったね。というわけで、なんぼになりました。質やめに本人の予想額は3000円。おお、なるほど。いや、マジわかんない。わかんない。初めてなんですよ、あの買い取りな。で、このまま、飯行くんで、めっちゃ行ったらおごってもらおうか。まあそれはそれでみたいな。免許ないと無理。終わりました。お、そのウキウキ具合は何でしょう。レコードとエフェクター。レコードとエフェクターです。ズバリおいくらでしたか。予想いくらでした。3500円。自分では3000円やった。うん。せーの。21,000円です。ちょっとこれはテンション。嘘やろ。嘘やろ。これはテンション上がる。嘘やろ。何？明細で言うと何があった？何が出るよ。わかんない。ビクドン怒ってな。ビクドン怒ります。ちなみにあのカメラマン様。嘘やろ。ちょっと想像。想像でした。何が高かった？エフェクターですかね、やっぱり機材。1個1000円とか2000円とか、もっとやな。レコードはそのやっぱ高くないと思うから、うん、機材か。機材強いかもね。で、ちゃんと箱に入れてたっていうとか。なるほど。そう、箱に入ってて、取扱説明書とか、だから全部説明書も入ってたんです。なるほど、備品ってことね。そう。ということは皆さん、もしね、捨てようと思ってるやつを一回ここもね、買い取り持ってきたらめっちゃいい。てかもう、通いたい。家にね、なんかちょっと使ってたやつかな。最近ちょっと断捨離しようと思って、いろいろ物を減らそう。いつもおろかった。やめてアップやめて。ほんで黙んのやめて。歌うしかないから。そうですね、一人黙るからね。そうです。というわけで、はい、じゃあちょっと買い物、ね、でもして帰りましょうかね。締めというわけで21,000円。はい、ありがとうございます。それいる。誰なの、それいる。